ロッテ2、10ソフトバンク、1日、ゾゾマリン。納得のマウンドに、頬を濡らす雨も心地よかった。ソフトバンク石川修太投手、32、が得意の敵地ゾゾマリンでロッテ打線を6回無失点に封じ込み、チームを9月初勝利に導いた。グラウンドに舞う風速10メートルのマリン風も気にならない。風に強いというところも噛みしての期待とかもあった。 なんとか結果を出したいと思って投げました。0対0の2回にピンチを招いた。2本のヒットで1し1三塁。7番中村翔を140キロのカットボール。続く8番安田には150キロの直球で押し込んで連続空振り三振に仕留めた。窮地を切り抜けると味方打線が奮起。3回に大量4得点で気分も乗った。早い回に打線に援護してもらったので、 比較的、自分のペースで投げられた。点を取られないように必死で投げました。6回にも1 c 1三塁とされたが、角中、山口をフォークボールでボンダに仕留めた。フォークボールも落ちたし、い、e、いまっすぐも投げられた、と胸を張った。育成選手出身としては元ソフトバンクの戦が、現代リーグメッツ、に次いで歴代単独2位となる53勝目。 節目の白星はさらに自らを鼓舞する一生ともなったはずだ。勝負の9月戦線。先陣を切った右腕は国母監督の言葉にも背中を押された。監督もここからが一戦必勝とおっしゃっていた。前だけを見て頑張るだけです。春先には先発ローテから外れ、中継ぎも経験。この時期の4勝目は胸を張れる数字ではない。悔しさはこれからしっかり晴らしていく。 佐竹英二